見つけた！魔力くさび！暴走させてる装置なんだね。慣れた。あそこ眠れないけど体力はちゃんと回復する。不思議。でもお肌に良くないのですぐにでも解決したかったんです。クーナちゃんに感謝ですね。あ、もちろん町に魔物が出ることも含めてですよ。光景だけどよ、あれがこの階層にあるってことはよ。あまり凝視したくない形状ですね。ゾワゾワっと尻尾が逆立ちます。あれ、魔力くさび守ってる？うん、あの召喚獣を倒さないと暴走も止められないの。わかった、倒す。イオの剣で飛べなくしてやる。相手が羽を羽ばたかせるたびに鱗粉が舞っています。細かい魔力の散布が確認できますね。もしかすると、おいおいおい、嫌な予感的中だぜ。
任せてください。いやー、素材収集の探索中は周囲への警戒を怠ると命を落とす危険性がとても高いの。だから気配を察知する術はずっと磨いてきたんだ。だよね、イオル？その通り。イオとミケユ、もう一流の冒険者。獣人族、獲物を見つける感覚鋭い。惑わそうとしても無駄。今日のご飯見つかった。クーナ、構えて。奪うということ。逆に言えば命を奪った者は食べる覚悟を持つべき。
見せて差し上げます。覚悟です。当てるぜ。これが私の実力です。勝ちに行きます。Thank you.
しら。見つけたわ。愛を詰めて、しまいだ。
いざ。いざ。ぬるい。やってやる。ここまでのようね。よし、進むぞ。こうして迷宮の平和は守られたのだった。で、どうですか？本日の収穫はこちらですね。夜、攻撃を合わせるよ。ギャー！任せてみてよ、ヒギ。食べられる部分は絶対に傷つけないぞ。あんたらのその息を使った
表現推し何なんだよ。やっぱ眠たさっていろいろと弊害が出るな。頭が働かねえ。夜行の街
ラジェル・リノトにおける対処は終了ということになるのでしょうか。なんか終わったなって思ったら、もう一気に眠たくなってくるね。隙が多い。ついいたずらしたくなっちゃいました。隊長が起きて出かけるの見た。だからこっそりついてきた。油断は禁物。誰に見られているかわからない。これは極秘任務。隊長は危機意識をもっと磨くべき。悪くない。むしろ絶好調。
体が熱くて仕方ない。私たち変なんです。ずっと眠れなかった影響なのかもしれません。だからごめんなさい。もう抑えられないんです。こんなこと隊長さんにしかできないんです。おとなしく受け入れて。大丈夫、痛くない。動物を数えている。